制という場面を迎えています。バントの構えを見せてきました。赤星さん、ここは送ってくるんでしょうか。まあバントの可能性は高いでしょうけど、簡単にはさせてくれないでしょうね。なるほど。さあここはどういった攻め方をしてくるか。ここもバントの様子も見送っています。スリーボールナッシング。ここは1球見てくるでしょうか。送ります。取りました。タッチはアウト。これでワンアウト。送りバントは失敗です。さあ先制のランナーが1塁です。バッターボックスには野間。ここは送るんじゃないでしょうかね。なるほど、そうですか。内へのボール球、空振りです。ノーボールツーストライクです。センターへ打球伸びる。センター掴んでツーアウト。2番バッター坂倉、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。さあ2球目は何か。内へ低めに変化しました。インサイド落ちました。岡林が掴んでスリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。3回終わって0対0、同点です。回は4回の表に入っています。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは岡林。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね。塁に出すと余計な神経も使えますからね。打ちました。矢野抑えてワンアウト。2番バッター大島、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。森、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。アウトコース見送ってストライクです。低め、これは決まった。ワンボールツーストライク。高め外れました。痛烈、あっと強い当たり取れない。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。得点圏にランナーを置いています。厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。まあコースも悪くないんですけど、うまく打たれたって感じでしょうね。さあそしてバッターボックスには阿部が入っています。さあ先制を防げるかという場面。
まあここまで両チームゼロで来てるんで先制点は右に切れます。これは見送ってボール。外高め決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。これは内へ外れます。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば先制。先制のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ先に点を取りました。1対0、先手を取られてしまいました。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。タイムリーで先制点を奪われています。打順は4番ビシエド。カープこの回先制点を与えています。里崎さん、このマウンドは慎重に行きたいところです。まあ当然そうですよね。まあしっかり低めに集めていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。インサイド落ちました。ゴロフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3連打、ワンアウトランナー2塁1塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。いやーコースは良かったんですけどね。5番バッター高橋。カープこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっと打ち込まれてますね。間を取って落ち着きたいところですね。はい、バッテリーもそのあたり意識しているでしょうか。次が2球目、引っ掛けさせようかというボール。二塁牽制、タッチもセーフ。インサイド打った、セカンドの左抑えた。二塁アウト。一塁送球はダブルプレー、チェンジです。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで仕留めたというのは大きいと思いますね。しかしこの回ドラゴンズついに均衡を破りました。1対0、ドラゴンズ先制です。カープ4回裏の攻撃になります。西川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。さっきは飛んだ方向が悪かったですがいい当たりでしたよね、タイミング合ってると思うんでね、期待できると思いますよ。はい、期待しましょう。カープ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。先制されてしまいましたけどもこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。アウトロー見送ってボール、ボール先行です。次が3球目、低めストレートストライク。これが4球目、インコースボール。インハイ決まっています。フルカウントです。
打ちました。破りました、センター前。先頭バッター出ました、カープ。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返していきました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。バッターボックスは4番マクフォール。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。カープ同点のランナーが出ています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。改めてお聞きしますが、このマクフォールどういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはホームランを狙って思い切ったスイングをしてくるバッターですよね。なるほど。ここはどういうバッティングをするんでしょうか。失投気味でしたがバッター見送ります。ツーボールツーストライクです。詰まりながらもレフトへ。ここは打ち上げています。上がりすぎました。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは5番小園。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。カープ同点のランナーが出ています。いきなり牽制、一塁はセーフ。これが1球目。初球空振りです。併殺狙い、インコースに攻めてきました。併殺を狙ってきていることは十分承知でしょう。バッターの小園、3球目外れました。振り球に手が出ました。ツーボールツーストライクです。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。さあいい形になりました。ワンアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやナイスバッティングですね。うまくバットが出てましたよね。さあカープチャンスの場面を迎えています。まあ彼なら一発での逆転もありますからね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには堂林が入っています。ここは見送ります。3球目は何で来るか。打った、バックホームする、センター前ヒット。さあチャンスを広げていきます。ここはうまく打ち返して出塁していきました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。バッターボックスは7番矢野。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあカープ一打逆転のチャンスです。
変化球を狙ってたんでしょうね。うん、そうですね。これが3球目。釣り球、しかし誘いには乗りません。高め大きく外れました。これが5球目。インコース低め、ストライク、フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。ジャストミート、一塁間抜けた。ホームに送球する。サードランナーホームイン。カープ追いつきました。1対1、なおも満塁のチャンス。さあ同点にしたシーンですが。